皆さんおはようございます。インダーのミャクルフォーイ、キングタクルです。はい、えー。e スポーツ大会、実は長山形県長井市新施設オープン記念でオンライン対戦ができるそうです。NEST という e スポーツ施設でオープニングイベントとして開催するそうです。27日です。3人ずつ行う Apex Legends 参加20チームも募集しております。プレイヤーはレジェントと呼ばれる異なる能力を、キャラクターを選択し、3人一丁チームの対戦するバトルロイヤル,イヤル形式、 これ60人によるオンライン対戦、これ楽しみです。最後に残り1チ目指すそうです。当日は午後1時から5時に開催され、大会の模様はライブ配信され、プロ,グプロゲーミングチーム、スカーズメンバーによる実況解説を行います。優勝、準優勝のチームには3人それぞれゲーミングキーボード、ゲーミングマウス、千葉産品の商品を送るそうでございます。参加は無料です。エントリー先着順で22日まで受け入れます。観戦は無料です。たなお、希望を縮小してお送りします。そのネストではもう。 26日に、エーペックスレジェンズをスカーズが指導する e スポーツ教室予約制をプログラミング教室先着九人を開く5日27七は e スポーツ体験コーナーを設けそうです。e スポーツ楽しみです。私も e スポーツやりたいです。以上です。バイバイ。